ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。俺らのことは高部から聞いてるってとこか。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、青龍会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今頭。随分なスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大解散の混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が青龍会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛み入るぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。青龍会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは。存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、青龍会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊5年条項だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。
職場？ええ、間もなく到着しますよ。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。ゴミ？ゴミといっても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの、例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴、学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産、そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場？ええ、近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間、理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ？木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ、十分だよ。感謝するぜ春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についてもですが、我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意志、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか
我々に預けていただけませんか。春日さん、足立さん、佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと青龍会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは肩着のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか。正直こんなドーンとやってくれんなら俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ海老名さん、あんたと青龍会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん。確かに受けたまわりました。春日さん、うん、もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。俺に？いや別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。まさか。久しぶりだな、一。沢城の頭。やはりご案内すべきでしたかね。迷われたのかと思いましたよ。引っ込んでろ。案内は間に合ってると言ったはずだ。ち、東条会の四代目として今のこの場所がお気に召さないことは察しがつきます。ですがつい最近まで廃墟だったのを我々がここまで直したんです。お前が海老名か。ええ、沢城さんのことは紹介するまでも。ああ、日本中の極道を引っかき回した男だ。無所に入ってたはずが本当に出てきたんだな。俺をご存知だったとは光栄ですよ、桐生さん。どうぞ皆さん。桐生さん、俺と話す気があるならその椅子には座らないでもらえるか。ああ、なんだと。そこは東条会のてっぺん取ったもんが座ってた椅子だ。俺は昔そいつをめぐって何人も死んだ組織の生き残りなんでな。あんたに悪気はなくとも知らねえ奴がそこに座られちゃ愛想よくはできねえ。てめえ立場わきまえろよこら。いいんだ奈良崎。頭、今のがまさに私の期待した伝説の竜だよ。改めましてどうかおかけになってください。では始めましょうか、桐生さん。
清流会が組員を増やしてんのは行き場をなくした元坊の受け皿になるため、そういう話だったか。ええ、仇の世界は一度裏に足を踏み入れた人間に厳しいもんで。でも社会復帰できそうな人にまで声かけて組に入れてるって聞きましたけど、孫飛が手に入れた確かな情報です。元坊の社会復帰はあなた方の想像を超えて脆いものです。彼らには確たる居場所が必要だ。それは安定した雇用と言い換えることができる。組に入れているのはあくまでそこへ至るまでの一時しのぎです。清流会はその雇用をハワイに用意するつもりらしいな。さすがはコミュジュルの女王、お耳が早い。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。ビジネスパートナー、桐生さんはご存知かどうか。うちで今一番でかいしのぎは捨てられないゴミの保管ビジネスです。ただしその事業は私のアイデアではありません。先駆者がいましてね。それを教えてくれたのがハワイにいるビジネスパートナーで、パレカナという宗教団体なんですよ。え、なんだと。40年前にハワイへ逃げた茜さんを救ってくれた人たちです。どうやらもうご存知のようですね。まあな。話は前後しますが、私には極道の第二次大解散のために沢城さんの知名度が必要でした。で、獄中にいた沢城さんと対話を重ねる中で個人的な心残りがあると伺った。もちろん茜さんのことです。そこで私は彼女を救ったというパレカナに興味を持ちましてね。調べるうちに彼らのゴミ保管ビジネスを知ったんです。彼らは教団で保有している島があり、そこにうちの倉庫と似た施設を持っています。ネレ島のことか。そこでパレカナもゴミビジネスを。ええ、こちらからコンタクトを取ると彼らはノウハウを気前よく教えてくれました。我々の目的が罪人の浄化であると理解し、向こうから元坊の受け入れも申し出てくれたんです。つまり最近清流会に入れたにわか組員たちはそのネレ島に。ええ、うちが横浜の倉庫でやっているのはいわば肩慣らし。ハワイでパレカナと進めている方が本命です。ネレ島はパレカナの聖地だったはずだ。信者の中でも選ばれた人間しか立ち入れない場所だと聞いている。そこによそ者のヤクザをよこすってのか。お詳しいですね。ですがそこも含めてパレカナは飲んでくれています。それにうちの連中はあくまでゴミの海運から荷下ろしまでを担うだけですから、実際のところ島にはほとんど立ち入りません。聖地を汚すような行為には当たらない。そう先方は捉えてくれています。お前たちとパレカナの関係は分かった。その上で春日をハワイに差し向けたのはどういう意図だ。一をハワイへ行かせたのは純粋に前々から茜さんが会いたいと言っていたからです。だから清流会の件とは一応無関係ということになります。沢城、お前は今茜さんがどういう状況か知っているのか。どういうことです。パレカナに使われているギャングどもに追われている連中の狙いは茜さんの連れている女の子だ。捕まればおそらく命はない。なんだって。確かなんですか、その話は。その反応は
知らなかったってことか。我々もヤクザです。相手の調べは入念に行いました。ましてパレカナとの提携は第二次大解散の要ですから。こっちが出任せを言ってると？この場では水掛け論にしかならないという話です。今提示できる証拠はあるんですか？そりゃあ。とはいえ他ならぬ桐生さんからのお話です。無下にするわけにはいかないでしょう。少し時間をいただけませんか？改めてパレカナを調査します。パレカナがもし本当に俺が言ったような連中だったらどうする？ここでもしもの話は控えさせていただきます。ヤクザが一度口にしたことがどれほど重いかは四代目ならご理解いただけるでしょう。そうか、なら今はこれ以上話せることはなさそうだ。貴重な情報ありがとうございました。状況落ち着きましたらぜひお食事でも。ああ、そうなるといいな。もしもし。孫妃だ、桐生さん。どうやら私たちは清流会に一杯食わされたみたいだよ。は？何の話だ？今そちらに動画の URL を送った。さっきタタラチャンネルって人気の VTuber が公開したものだ。動画？と呼ばれ、関東最大のヤクザ組織東条会の会長でもありました。そんな桐生さんですが、7年前に広島で撃たれてお亡くなりになりましたと思いきや、この映像は数日前にハワイで撮影されたものです。映っているこちらの人物なんですけど、ほらこれ、さっきの桐生一馬に似てませんか？というかそっくりですよね。では映像の続きを見てみましょう。久しぶりだな、カズカ。キリュウさんですか？他に誰がいるってんだ？聞きました。相手の男がキリュウさんって呼びましたよね。彼は間違いなくキリュウカズマです。生きていたんですよ。で、今の映像にもう一つすごい事実が隠されてたんですけど、気づいた人いますか？久しぶりだな、カスカ。はい、これ皆さん覚えてます？以前当チャンネルでその闇を暴いたカスが一番偽りの浜の英雄です。死んだはずの伝説が生きていたと思ったら一緒にいるのがカスが一番？なんで？どういうこと？というわけで、今回はゲストをお呼びして解説していただきます。裏社会に詳しい、というか今最も力のあるヤクザ組織のお二人です。どうぞ。こちらは清流会という団体の偉い人です。本日はよろしくお願いします。早速ですが、
映像に映っていた桐生一馬をどう思われますか？本人で間違いありません。実は昨日彼は私どもの事務所を訪ねてきたんです。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。おそらくは警察の一部も捏造に加担していたと考えられます。警察は桐生の死を偽装したと。そんなことが可能なんですか？桐生一馬は東城会の元四代目で、共に解散した近江連合の渡瀬会長とも実婚の仲でした。長年日本の裏社会を牛耳ってきた仲間たちの支えがあったはずです。さらにそこへ大道寺実の残した政財界にまたがる影の一派が加わります。彼らが警察に圧力をかければ不可能ではなかったということでしょう。そして昨日撮影された映像があります。また桐生一馬、向かい合って座っているのはもしかして？ええ、私たち二人です。この映像はどういう状況だったんでしょう？桐生一馬はハワイの映像にもあったように春日一番の黒幕といえる人物です。自分の死を偽装してまで姿を隠してきた彼が再び現れた。その目的として考えられるのはおそらく東城会の復活です。だからかつての東城会本部を買い取った我々に対し、建物を明け渡すよう恫喝を。それがこの映像が撮影された際の状況です。お二人ともよくぞご無事で。そんな桐生一馬を警察は野放しにするんでしょうか？彼は今も死人として扱われています。警察も手出しできません。だから我々は映像をこちらのチャンネルに提供するしかなかった。なるほど、そういうことだったんですね。貴重な情報ありがとうございます。さて皆さん、たたらチャンネルではさらに桐生一馬を追いたいと思っています。この国家ぐるみの特権階級的ヤクザを追求できるのは真実の持つ力だけです。そして悪名高き東城会の復活は是が非でも阻止しなくてはなりません。皆さんも桐生一馬を見つけたらどしどし情報を送ってくださいね。誰もいねえな。野獣までごった返してるかと思ったのによ。まあ言うてヤクザだからね。画面越しならともかく事務所前に堂々と出張ろうとはそうそう思わないんじゃない？確かにな。その辺俺たちは感覚がずれてるかもな。そろそろ放送の始まる時間だな。誰からだ？部下からだ。なんだこんな時に。私だ。どうした？あ、うん、そうか。あ、わかった。服役中の青龍会会長高部が何者かに刺された。何ですって？高部が？容体は？意識不明の重体だ。はあ、このタイミングは出来すぎだよね。ああ、エビなど仕業に違いない。これでいよいよ青龍会は奴のやりたい放題だ。この配信で何かとんでもないことを言い出すつもりだぞ。放送が始まった。こんにちは皆さん、たたらチャンネルへようこそ。今日はなんと2回目の配信。しかもチャンネル史上でもちょっと類を見ないんじゃないかという、歴史的な瞬間をお届けすることになるかもしれません。告知の通り、今日本有数の極道組織青龍会さんの東京支部にお邪魔しております。そして組織のトップであるお二方、海老名正隆氏と沢城上司のお二人から重大な発表があるとのことです。おい、すげえ注目っぷりだな。練習何言い出すつもりだ？では準備できたようなので登場していただきましょう。よろしくお願いします。本日はお時間をいただきありがとうございます。青龍会の
海老名と申します。同じく清流ガイドの沢城です。こちらのチャンネルにご協力いただき、本日このような場を設けましたのは他でもありません。東城会が水面下で復興を計画しているとの報道を受けて不安を感じておられる方々も多いことでしょう。そんな今、横浜清流会の立場をはっきりとさせていただきたいからです。清流会は彼ら東城会の復活に断固として反対します。それは同じ極道として商売敵が増えることへの懸念ですか？いえ、違います。確かに現時点で清流会は極道組織です。それにここ最近は組員を増やしております。しかしそれらは全て解散のための布石です。解散？もう4年になりますが、日本の2大極道組織である東城会と近江連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化、挙句の果てに元東城会幹部が組の再結成を企てる始末です。はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。極道に携わる者として歴史的汚点と言うべきだと考えます。大解散を首謀した堂島大吾、渡瀬勝、そして荒川真澄、この3名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたずらに狂わせた戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしてるのにさ。案外本心かもしれねえ。え？当時沢城は大解散のことを知らされていなかった。蚊帳の外だったんだ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかもな。歪んじゃいるが、こいつの荒川への忠義はかすがに負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだなこいつも。そこで私とこの沢城は、現存する極道組織の中では最大規模である横浜清流会の責務を全うすべく、真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それはどういう内容なのでしょうか？現在の日本では元坊五年上皇が足かせとなり、極道から足を洗った先に待っているのは事実上社会からの村八分、要は見殺しです。前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。そこで私は解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう現在折衝を進めております。政府ですか？それはまた壮大な話ですが。なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に解決するからです。その課題とは核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。
長年慈善事業や環境問題に取り組んできたパレカナは核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の清流会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか。いやー、確かにこれは重大発表ですね。ええ、ただ本日このような場を設けていただいたのは何よりも我々清流会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。最初のアクションとは？他でもありません。本日ただいまをもって横浜清流会は解散いたします。え？解散準備を進めているというお話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織 NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパンです。ブリーチジャパン、何言ってんだよこいつ。亡霊が蘇ったってことなのかな。というわけでした。プロジェクトが実現したら日本にとっても大きな転換点になるんじゃないでしょうか。では本日の配信は以上で、続報をお楽しみに。何あいつ、綺麗事並べて。まだ中にいるはずだ。出てくるの待つ？いや、ここから出てくるとは限らない。こっちから伺おうとしよう。やっぱそうなるよな。よっしゃ、行こうぜ。ブリーチジャパンか。まだ少し呼び慣れませんな。私もです。ですが清流会をここまで堂々と NPO 法人化して世間の歓迎ムードを作り上げてしまうとは。いやー、新たな会長の手腕には恐れ入りました。何、我々の未来のためだ。いやいや、これがおいそれとできることじゃありませんよ。防台法でうちらもう目つけられない程度に細々やるか地下に潜るかくらいしかなかった。なのに実質お国のお墨付きをいただいちまうとは、これはまさに第三の選択肢だ。そもそも我々極道ってもんは戦後の混乱期から影に日向にお上と協力してこの日本を守ってきたんです。今回の件はその現代版、いやこれこそ本来のヤクザの在り方というべきだ。そうそう、極道が世の中に必要な存在だってことがやっと認識されるかもしれませんな。まさに必要悪ってやつだ。ああ、これから俺たちは国の中枢に堂々と食い込んでその地位を確たるものにしていく。ヤクザの未来はかつてなく明るいぞ。これまでのどんな時代よりな。ああ、そのためにもお前らにはこれからも尽力してもらいたい。よろしく頼むぞ。今日はこれまでにしよう。みな、お疲れさん。
それはもうやめろって言ったろ。失礼しました。改めてお疲れ様でした。楢崎、ちょっと残れるか。はい。新体制の人事についてちょっとな。本当ならこういうのいかにもヤクザっぽくて嫌いなんですけど、憎しみをぶつけるツールとしては割と最適なんですよね。手軽だし、相手は苦しむし。ヤクザの未来？そんなものがあるわけないだろう。ゴミはゴミとして粛々と処分されていくんだ。その仕組みを作ってやったことが分かってないんだから困ったもんですねえ、沢城さん。エビナ、あんたにも見届けてほしかったですな、ヤクザの正しい未来を。さて、事件から1週間が経とうとしていますが、改めて青龍会の東京支部を襲撃したのは何者なんでしょうか。まずですね、この事件の背景にはヤクザ社会の歴史的な大転換があるんです。数年前、東城会と近江連合というヤクザの二大巨頭ともいえる組織があったんですが、これが同時に解散しました。ヤクザの世界では大解散と呼ばれるまさに大事件でして、その後に残ったヤクザの中で最大規模を誇るのが青龍会、今回襲撃を受けたとされる組織なんです。なるほど。そして今、その青龍会が自ら旗振り役となって日本に残存するヤクザ組織を解散させようとしているんです。それは確かに歴史的な転換点と言えますね。でもそんなことが可能なんでしょうか。おっしゃる通りで、ちょっと現実離れした話にも聞こえますね。ですがこの計画実現の第一歩として、先日青龍会は解散届を正式に警察へ提出しています。ヤクザ解散の旗振り役が率先してまずは解散に踏み切ったと。はい。そして青龍会は元組員たちを責任持って社会復帰させるため、ハワイのボランティア団体と提携した職業支援プログラムを実施しようとしています。これを政府と協力して進めるため、解散後 NPO 法人を立ち上げました。さすがに国もヤクザと堂々と協力関係を結ぶわけにはいきませんから、これはある種の方便ではあるものの、青龍会が本気であることも示していると思います。実際に解散しているわけですからね。青龍会の動きに全国のヤクザ組織も追随していくのではないかと見られていまして、この動きは第二次大解散と呼ばれています。これを心よく思わない一部の勢力がいるということなんですね。ここでようやく今回の襲撃事件につながってくるわけなんです。ではその犯行勢力が今回の襲撃犯だということでしょうか。関係者の中ではその可能性が強いと見られています。というのもですね、今写真に写っているこの桐生と呼ばれていた人物、
彼がヤクザ解体の流れに抵抗する勢力の中心人物と見られているからなんです。それはどういった人物なんでしょうか。先ほど申し上げた東条会、日本の二大ヤクザ組織だった組ですね。これの元会長なんです。つまりヤクザ社会の超大物です。この桐生氏が大解散の流れの真逆、つまりヤクザの復興を図っていると噂されているんです。なるほど。この桐生氏がかつて浜の英雄として一躍有名になった春日一番氏とつながりがあるとの情報もあります。春日氏は社会復帰と偽って元暴力団員に窃盗を強要するなどの疑惑が持たれた人物です。この春日という人物も元東条会の構成員なんです。なので桐生氏の指揮下で動いている可能性は非常に高いですね。ですから今回の襲撃事件というのはヤクザという古い体制を破壊して新たな在り方を模索しようとする青龍会と、ヤクザを復興して既得権益を独占しようとする桐生一馬氏、その新旧の思想の対立と言えますね。なるほど、ありがとうございます。襲撃後行方をくらました犯人たち、不安に怯える市民も多い中、一刻も早い犯人の発見が求められています。これは海老名。時間ぴったりだ。さすがですね、桐生さん。ようこそブリーチジャパンへ。よく言う。この場所がお前の隠れ蓑でしかないとはいえ、殺風景が過ぎるんじゃないか。わざわざここの実態を調べに来るやつなんていやしません。それにパレカナとのビジネスが長期的に続くとは花から考えちゃいませんから。何？もうご存知でしょう。ネレ島での核廃棄物処理は実際のところただの不法投棄です。穴のキャパは遠からずいっぱいになるし、海洋汚染も始まるでしょう。そうなればいかに各国の上層部を抑えていようが、事の露見は避けられない。ブライスがどう考えていたかは知りませんが、あなた方が命がけでネレ島の真相を暴こうが暴くまいが、計画の失敗は既定路線だったんですよ。ふん、強がりのつもりなら、なんであんたはこんな真似を。俺の野望は最初から破綻しているんでね。海老名、沢城はどこだ。ここにいるじゃないですか。沢城。海老名、てめえ何をそんなに怒ってるんです。この男はこういうことを他人にやってきた人間ですよ。何度も何度もね。目には目を、歯には歯を、俺は当然の報いを与えてやったまでです。もちろんネレ島に送る連中にも叱るべき報いを与えます。なんでお前はそこまでヤクザを憎む。調べはついてるんでしょ。俺の母は氷川興産組長の娘、氷川百合子。そして父はお察しの通り荒川真澄です。氷川組長の意向とは関係なく、母は荒川に惚れていました。一方で母は荒川に意中の女がいることにも気づいていた。だからこそ荒川と結ばれたことに喜びと同時に強い罪悪感を抱えていました。それでも子供ができれば荒川も情が移って心変わりするのでは。そんなことを期待していたようで。そしてお前を見ごもった。ええ、
だが妊娠が発覚する前に氷川は荒川の逆鱗に触れ組は壊滅。母はもともと体が弱くてね、俺を産んだ後女で一つの育児に疲弊して大病を患った。ヤクザの絆は血よりも濃いなんて綺麗事を抜かしていた子分連中はそんな母のことなど見向きもしなかった。氷川が死んで組が潰れたらさっさと別の組に鞍替えしていきましたよ。なのにどうか組のみんなもお父さんも恨まないであげてね。そう言って母は死にました。救いようのないバカだ。愛する男に裏切られ父親にすら利用され、家族と嘘吹く連中には見捨てられたというのに。ならこの人が受けた報いは俺が返すしかないじゃないですか。そしてお前は全てのヤクザへの復讐を目指した。ええ。だがさっき自分で言っていたな、自分の野望は最初から破綻してると。そりゃそうでしょう。どうやるってんです、全てのヤクザに復讐するなんて。一人ずつ殺して回ります。それができれば最高だったんですがね。だから俺のやってきたことは全て事前策なんですよ。妥協案と言ってもいい。ただ本当に長い道のりでした。最初は警察としてヤクザ根絶を目指しました。だが大海さんに先手を打たれ、肝心のヤクザがチリチリになってしまった。それだけじゃない、海さんの混乱の中よりにもよって荒川真澄が死んでしまった。あの時は本当に本当にがっくりきましたよ。あの男だけは俺が殺すつもりだったのに。荒川真澄、ヤクザの世界じゃ随分評価されているようですが、俺から言わせれば母を見捨てたクズ野郎だ。春日一番のやつへの進歩っぷりを見ると本当にヘドが出るんだよ。春日の猛進ぶりはブライスにいいように利用されるパネカラ信者と大差ないんですよ。なんてこと。とこのようにまず荒川抹殺の夢が絶たれます。立ち直るまでは時間かかりましたが、俺は次のことを考えることにしました。大解散で野に放たれた元坊たちのことです。ヤクザとして散々他人を食い物にした挙句、やっぱり真面目に生きます。そんなことは俺が絶対に許さない。そして思いついた、チリチリになったというならまた集めればいいってね。だから東条会と近江連合亡き後の大看板清流会を利用した。連中を集める餌は何でもいい、極道復興でもいいし快適な社会復帰でもいい。案の定連中はうじゃうじゃと集まってきましたよ。佐藤に釣られて寄ってくるアリそっくりで。
隠れて何度腹を抱えて笑ったことが。さてこいつらをどう料理してやろうかと思案していた頃、ブライスの核廃棄物処理のビジネスの話を持ってきたのがエイジでした。その段階ではネレ島という場と富士宮海運という足までは揃っていたが、人の供給源が見つかっていなかった。ただでさえ放射性物質を扱うわけですから、それも当然と言えます。しかし俺にはとても都合が良かった。清流会にかき集めた連中の実にいい使い道が見つかった。そう確信しましたよ。廃棄物の運搬、荷上げ人足として利用するだけじゃない。ネレ島という巨大なブラックボックスがあれば、そこで連中に何をしようと逃れる術もなければ、外部に漏れる気遣いもない。何をしようともね。俺にとってネレ島は実に都合のいい、連中を突き落とすアリ地獄の穴だったというわけです。エイジというのは本当に使えるやつで、ネレ島の話を持ってきただけじゃない。言ってませんでしたよね、星野竜兵殺害の真相をつかんだのもエイジなんですよ。なんだって？エイジはブリーチジャパンにおいて青木亮、荒川雅人に近い位置にいましたからね。荒川雅人が星野暗殺の指令を沢城とは別の人物にも下していたことを掴んでいたんです。その材料があったおかげで沢城を清流会に引っ張り出すことに成功した。それに彼が支配下に置いてるタタラチャンネルも大いに活用できた。そういうことです。さあ説明はこんなところです。なんとも皮肉だとは思いませんか。荒川真澄が残した二人の息子、その片方は荒川を男の中の男と崇めたたえ、もう片方は母の敵と激しく憎んだ。そして片方は元坊の社会復帰に勤しみ、もう片方は元坊をヤクザの因果に絡め取ろうと奔走した。実に対照的じゃないですか。確かに対照的ね。エビナ、ついでにもう一つ対照的なことがあるから教えてあげようか。ほう。あんたはネレ島での核廃棄ビジネスを元坊復讐の妥協案って言ったよね。花からヤクザ全部への復讐なんて無理だって。一番は違うよ。あのバカはね、本気で一人残らず元坊を社会復帰させようとしてた。ハロワで毎日毎日一人一人と全力で向き合ってね。今のセリフ一番に聞かせてやりたかったな。言ったらぶっ飛ばすよ。エビナ、お前の怒りを俺は否定できない。俺にその権利はない。時代こそ違えど、俺はかつて東城会四代目としてヤクザの在り方を変えられる立場にいた。なのに俺はそれをしなかった。桐生さん、だからといってこのままお前の暴走を見過ごすわけにはいかない。お前を止めることが俺のできる最後のけじめだ。
ヤクザって存在の罪、その全部を俺が引き受ける。大きく出ましたね。ったく、キリュウさんもう忘れた？あんたは抱え込みすぎだって。まったくだよ。さ、みんなで終わらせよう。うん、だね。なら始めましょうか。キリュウ・カズマという男の終着点として、このミレニアムタワーはこれ以上ない舞台でしょう。ああ、俺もそう思っていた。行くぞ、キリュウ・カズマ！来い、エビナ！キリュウさん、来たんだ。あんたらはいくら引退しようが解散しようが元の鞘に戻ってくる。ヤクザだったという自分を完全に否定することができないんだ。口じゃ悪い悪いと言いながら自分たちを正当化する。偉いヤクザもんほど耳障りの良い未来を語り、
戦う理由を探し続ける。惚れを生かしておいたらまた何をしでかすか分かりませんよ。一度頓挫したとしても人類が生み出してしまったゴミを捨てるという計画は誰かがやらなきゃならない。この国の権力者たちは俺にそれを期待していた。俺をここでやらなきゃ人類を救うためにヤクザを再利用するという未来は変わらない。ヤクザを本当にこの国の権力と決別させるには今ここで決断するしかないんだよ。光と闇の間で生きるこの俺をこの世から消し去るしかないんだ。分かってんのか桐生一馬。海老名、俺が言えた立場じゃないことは百も承知で言う。お前が荒川を恨み氷川を恨みヤクザ全てを恨むのはわかる。だが俺やあいつらに償うチャンスをくれねえか。そのためには生きなきゃなんねえ。どんなクズでも生きることでしか人はやり直せねえんだ。俺たちは生きなきゃなんねえ。白でも黒でもない灰色の道を。だから海老名頼む、お前も生きてやり直してくれ。あいつらを殺さないでやってくれ頼む。俺が謝るから。そんなんじゃ許さねえことは分かっちゃえるが、俺が謝るから。すんなかった。うわ、キリュウさん。キリュウさん。しっかりして、キリュウさん。キリュウさん。キリュウさん。迷惑かい、キリュウ。キリュウ。キリュウちゃん。死ぬな。死ぬな、キリュウ。